大島洋平選手2000本安打おめでとうございます。過去若くしてレギュラーを獲得し、将来は2000本安打間違いなしと言われながら、それに到達することなく引退していったプレイヤーが何人もいます。最近では松永博美1904本、真弓明信1888本、高橋義彦1826本、大石大二郎1824本、高木豊1716本、篠塚俊夫1696本、原辰徳1675本、加計野正幸1656本、宇野勝1620本、谷義智1928本、岩田博和1912本などなど、さらに大島は大学社会人経由での記録達成は史上4人目の偉業となる。中日ドラゴンズでの2000本安打達成はこれまで4人で、大島が歴代で5人目となる。立浪和義2480安打、高木森道2274安打、矢沢健一2062安打、荒木正弘2023安打の4人である。大島は名古屋出身、チーム野手最年長、現在37歳のベテラン外野手だ。共栄高校から駒沢大学、日本生命を経て、2009年ドラフト5位で中日ドラゴンズに入団。守備力を買われ、ルーキーながらセンターの開幕スタメンに抜擢された。呼吸するようにヒットを量産、付けられたキャッチフレーズは、龍の安打製造機。守備のスタイルは堅実、言い換えれば地味で、花のあるダイビングキャッチはしない。捕球失敗での進塁や故障のリスクを避けるため、ポジショニングと足で打球に追いつく。離脱が少ないことから、解説者からよく、大島は身体が強いと評される。実際、昨年までの13年間、出場が100試合を下回ったのは2年目の96試合のみ。一方で8年間は年間143試合中140試合以上出場している。実にここまでのプロ野球人生、4分の3でシーズンはほぼ全試合出場。現代の鉄人である。大島担当のスカウトは嬉しいだろうな。大学、社会人経由での2000本は古田、宮本、和田しかいない。荒木コーチや大島が2000本打つとは、入団時には正直思わなかった。二人に共通しているのは、半端なく真摯に練習し努力、準備すること。ドラゴンズの若手も本当に見習ってほしい。体が強いとは、しっかりメンテナンスと体作りをしているからだと思う。大島も若い頃は、どうにも、梅雨時期に状態が悪くなるシーズンが多かった。ここをうまく乗り切れたシーズンは、成績も良かった。ただここまで、チームの低迷期がほとんどだけに、優勝争いに絡んで2000安打を打つということができないのが寂しいですね。どれだけ中日ドラゴンズに貢献してるか、わからん奴らがおる。入団は遅くても、打ち続けた。守備でユニフォームが汚れんって言った奴がおる。守備が上手いってこともわからんのか？大島の後の選手が打てなかったから、この成績、まだまだ当分必要な選手。2000本安打それも通過点として、もっともっと打って、立浪監督の持つ2480安打も超えてほしいです。イチローさんに似た部分があると感じました。ヘッドスライディングをしないなど怪我しないための自己管理、まさにプロです。Thank you.